バサ文字は、リベリアのバサ語の表記のために、リベリア人、トーマス・ナーベン・ルイスによって20世紀初めに、考案された文字。現在では使われていない。リベリアの言語を表記するために考案された文字としては19世紀に、考案された音説文字である。バイ文字がよく知られるが、バサ文字は、バイ文字と異なって30文字からなるアルファベットである。左から右へ表記する。バサ語は、 大西洋、今後諸語の内狂う諸語に属する言語の一つで、リベリアとシエラレオネの一部で話されている。19世紀に、バプティスト教会の宣教師、ウィリアム・クロッカーは、はじめバサ語のための音説文字を考案したが、後に放棄し、ラテン文字を使って、聖書の一部をバサ語に翻訳した。バサ文字の考案者であるトーマス・ナーベン・ルイスについては、不明な点が多い。 1892年からアメリカ合衆国に滞在し、1903年から1906年までシラキュース大学医学部で学んだ後に帰国したことは分かっている。ルイス自身による考案ではなく、ルイスがブラジルと西インド諸島を旅行した時に、そこに連れて来られたバサヒトの子孫からこの文字を学んだという説があるが、この説を実証することはできない。 遅くとも1930年代にはこの文字を使って様々な文書が書かれていた。バザ文字はシーンアザ23、ボインアザ7からなるアルファベットである。成長を表す記号が5種類あり、ボイン字には常に成長記号が加えられる。シーン字は n k s f ミリバール、g d k p j x w w z ギガワイ b NCHWTBVHPL の順。 ボインジは AOUEI の順に並ぶ。2014年のユニコードバージョン7.0で、追加多言語面の U プラス 16AD0 から 16AF に追加された。ありがとうございます。